はい、こんにちは。今回はこちら、も、ね、もって書いてあります。も、もぐらのもね。はい、ここに書いてますね。手前はもぐらやでございますみたいな ね、隠れてるもぐらとは違いますね。隠れている汚いもぐらとは違いますね。大違いです。こちらのモグラがやってるモグラはきちんと真っ当な仕事をしてる方なので、真っ当な生き方をしてるモグラっていうところらしいかな。なので汚いモグラとは違うんですね。汚いモグラとは、汚いモグラっていうのはね、人のことをね、あれこれこれこれもう常に何かしらバカにして、こう面白がってね、うん、でもうろくな動画も撮らないし、ろくなもうコメントもしてこないしね、もう礼儀作法もへったくろもねえやつですね。まあそれが汚いモグラね。でそれに比べてですね、ちゃんと礼儀作法を持ってですね、なんていうのかな、ちゃんとにこう一生懸命やっているというかね、うん、そういう人はその綺麗なモグラね。だからモグラに2種類言ったことですよ。汚いモグラと綺麗なモグラは2種類ですね。で、綺麗な方のモグラです。ね。同じモグラでも大違いなんですよ。で、そこの綺麗な方のモグラが作ったのが、手前どもはモグラ屋でございます。でね、どら焼きなんですけど、あれ、なんかどら焼きをこうやってスーツってどら焼きあげたらですね、なんかね、あれ、なんか、お金が入っとるぞ、みたいなね。はい、へへへみたいなね。それでもう、どうもどうも、これからもよろしくお願いします、お代官様みたいな感じで、もう昔からもうそうやってね、うん、賄賂ですよ。ね。ある意味、賄賂って本当はいけないんですけどね。まあ、多少なりそうで、ちょっと賄賂が必要なんですよ、とか言うとして。で、それで、なじろ、まあ、そこはモグラ屋でございますからね。多少なりの賄賂というものは、まあ、必要なんでございますよ。ですから、そのために、こう、贈り物をしてですね。まあ、そこはモグラ家のものですからね。これは、もって書いてあるから、まあ、しょうがないですね。うん。ので、富を成してるわけですね。うん。ですから、こうね、もちろん、ちゃんとに、こうね、良い、お菓子に、こう、ちゃんと、千年を入れて、いいどら焼きというのを作ってます。ではね、食べてみます。で、これで、ね、ほら、焼き印が押されてるでしょ。これちょっと、もう消えかかってますけど、もって書いてあるのね。も、わかりますか？ここに。ね。もという字は、もって書いてある。ね。こうやって、もって書いてある。読めてありますね。わかります？ほら。ね、隠れてるモグラと大違いだね。うん、同じモグラが作っても大違いだよ。隠れてるモグラと、綺麗なモグラってじゃ大違いだね。ほら、こうやってさ、この、もう食べて瞬間わかるよ。綺麗な水のところに住んでたモグラさんだよな。綺麗な水があって、綺麗な小川があって、綺麗な海があって、綺麗な森があってさ、その中の地下深くに住んでたの。だから汚染されてる土地じゃないんだよ。このモグラさんは汚染されてるモグラじゃなくて、汚染されてないと。綺麗な川があって、綺麗な森がある。で、そこに鳥も動物も一緒に仲良くできるところですね。で、そこで、モグラは、その一生懸命やっていたから、人に対して尽くしていたから、じゃあ今度生まれ変わるときは、ね、人間として生まれ変わりなさいって言われて、神様が言われて、で、生まれ変わった。で、生まれ変わったら、じゃあ前世の時があるから、じゃあ感謝の意味を込めて、自分は前世モグラだったから、だからもって書いてね、わかりやすくもって書いて、ね、モグラがというね、ものなんですね。だから隠れている汚いモグラとは大違いです。で、この、もうみずみずしいね。
いかに綺麗な川で取れていて、綺麗な自然豊かなところで作ってるんだろうなってのが分かりますよ。やっぱり素材とかそういうのをね、こだわってるんですよ。やっぱり前世モグラに立った時にね、良いことをしようと思ってね、あちこちこう探したんだろうね、自分は神様に言われた、だから次が生まれた時人間に生まれ変わる、だからその前にモグラとしてこうね、父はあちこちこう人間の作物を荒らさないように気をつけながらですね、掘り進んでいって、でそこでどこに綺麗な川があるか、どこに綺麗な海があるか、どこに綺麗な森があるか、で地下ばっかり住んでたら分からないから、たまにちょこっとこう例えば曇ってる時とかに潜られて顔出す時あるんですよ。でその時曇ってる時にパッて顔出すんですね。でそれで動物たちとも仲がいいんですね。純粋なモグラの場合は動物と仲良く話できるから、でその時に友達が呼んで、でそれでキリンとかさ、ゾウとかいろいろいるじゃんね。でそうするとリスとかタヌキとか犬とか猫とかいろいろでしょ。でそういうところで自分は純粋なモグラですとね、汚いモグラとは違います、汚染されてるところでモグラじゃありませんって言って、まず身の潔癖を示すわけです。でそこから信頼関係を得ていくんですね。でそれで自分は身の潔白がある純粋なモグラです、ですからこうね、みんな喜んでもらおうと思って、次もし人間生まれ変わったらドラ焼きを売って作りたいんです、そうやって儲けたいんです、ね、でそうした時にじゃあ動物たちも協力してくれて、じゃあそこだったらあそこの川の方がいいよとかね、あそこの森に住んだ方がいいよとかね、あそこの方が自然豊かだからさとか言って、でそんで教えられて、それでこう箱そういう風になってね。でモグラにも多分純粋なモグラの場合は多分カーナビみたいなのがついてるんですよ。でそんでモグラの中にこう近く深くにカーナビがあって、そこでパッてね、こちらですってそこに掘り進んでるとバーってね出てくるのね、でそこで綺麗な水がバーって出てきて、ね、わーすごいなーと思って感動したんですよね。同じモグラと全然違いますよね。隠れたやつはさ、モグラは全般的が悪いみたいなこと言ってるからさ、違うよ。ね。綺麗なモグラと汚いモグラがあるのよ。ね。これは私とピーちゃんがちゃんと見分けてますから。ね。綺麗なモグラと、ほら、だからこうやって線が書いたんでしょ、こうやって。まさにこうやって線が書いた通りよ。ね。潔白のモグラっていうのがちゃんとこう、ね。示されてるわけよ、こうやって色で。ね。ですから、モグラ屋でございますよ。で、ここでベーシアってお店に行ったんですね。ベーシアってスーパーの時ね。で、毎度、モグラ屋でございます。とか言ってですね。モグラでも、前世はモグラでございましたけどですね。今回はね、人間として生まれ変わってですね、ドラ焼きをね、ずっと昔からね、江戸時代ぐらいからですかね、ずっと作っております。ですからですね、今後ともご指摘に、お代官様みたいな感じですね。多少のお金をこう入れてですね、モグラがどら焼きの中に多少のお金を仕込んでおりましてね、でそれでご贔屓にみたいなね、そうしないと生きていけないからね、今の時代、ある意味でね、ある意味で今の時代はそういう風に生きていかないとね、多少はちょっとそういうものをちょっと少しとか、あんまり使いすぎてはいけないんですけど、多少は使わないとですね、生きていけないようなんで、そういう風にしてよろしくお願いしますみたいな。でそれでスーパーと契約して、ね、売り出した。一定期間ですけどね。だから同じモグラでも大きな違いですよ。これは本当にみじみじしくてですね、美味しいですよ。この、あんこがぎっしりこつまっててね、柔らかい。これがいいな、というところです。どうもありがとうございます。